欧州安全保障協力機構の全加盟国と協力国ウィーンホーフブルク宮殿で開催された欧州安全保障協力機構首脳会議欧州安全保障協力機構はヨーロッパの国境不可侵と安全保障、経済協力などを約束したヘルシンキ宣言を採択して全欧安全保障協力会議として1972年に発足し冷戦終結後 紛争防止とその解決へ向けた新機構として1995年に現在の名称に変更した国際機関である。2014年現在57カ国が加盟し、地域的安全保障組織としては世界最大である。民主主義体制の構築、強化及び基本的人権の保障と保護、武力行使の抑止における加盟各国の協力と、 相互尊重を目的とする。本部はウィーンに置かれている。OSCE の議長国は1年ごとの加盟国持ち回り制で、当年の議長国の外相が議長の役割を果たす。ヨーロッパ全域から地中海沿岸にかけての国と独立国家共同体加盟国、モンゴル、北アメリカの2カ国が加盟、2014年現在、全57カ国からなる。ありがとうございます。